こんにちは、1分でお答えするショート Q&A です。今日は治療した歯がまた虫歯になってしまいました。どうして同じ歯が虫歯になるのですかっていうご質問をいただきました。同じ歯が虫歯になるっていうのは、もちろん歯医者のミスで起こるっていうこともありますし、いろいろな原因が考えられます。技術的な面での歯科医師あるいは技工士の作成物などの処置がうまくいっていない場合も多いかなというふうには思いますが、よく磨けない部位や噛み合わせの強い部位っていうのは虫歯になりやすい、まあ、いわゆる後発部位ですので、その状況はかぶせても変わらないです。要はご本人のメンテナンスの部分もありますし、噛み合わせが強い部分であったら噛み合わせの調整等もしなければいけない、そういった状況でが同じ歯になりやすい理由というところにあるのではないかなというふうに思います。まあ、何度も何度も同じ歯がやるっていうと、やはりどうしてもかぶせ物が多くなってきてしまったりとか、その辺のところが出てくることもありますが、じゃあ、噛み合わせの処置なんていうんだったらマウスピース等も作らなければいけなかったりとかすることもありますので、その辺についてもご留意いただければ嬉しいかなというふうに思います。本日は以上です。